はい、皆さんこんにちは。私の名前はダニーと申します。シワの名前はダニー、ダニーですよね、ダニー、わかる人だから覚えてください。皆さんこの中にデフファミリーいらっしゃいますか？あ、いらっしゃいますね。日本の方おとなしいので、アメリカではデフファミリーという皆さん手を挙げます。さて、デフファミリーというのはコミュニケーションの方法をどうするかというと、手話で話しますよね、当然ですよね。聞こえる人が見ると、聞こえない家族だから家の中では静かではないかなと皆さん思われると思うんです。本当でしょうか？静か？デフファミリーは静かでしょうか？違います。もううるさいんですよ。例えば足音はドタンドタンドタンと響かせて歩くし、もうマンモスみたいですね。またドアの開け閉めもパシャン、びっくりして何がもう振り向くピストルの音かと思うぐらいな時もあるぐらいです。また人を呼ぶ時は机を叩いて呼んだり、おーい叩いて、また足で床を踏み鳴らしたり、例えばスリッパを投げてコロ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 頭に当たったりすることもあります。またデフファミリーの家の中は特別な機会があります。例えばチャイム、電話鳴りますよね。すると電気が点滅するんです。皆さんはあの音を聞いて分かるわけですよ。でも聞こえる人が、例えば私の家に来た時にはデフファミリーの中でいろんな電気がピカ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 、何これ地震、え火事、それともダンスのミラーボールとか思ったりすると思うんですけど、違うんです。機械、特別な機械があると聞こえる方は驚かれます。私がなぜそういうことが分かるかというと、私はコーダです。コーダという言葉ご存知でしょうか？コーオータ、これは聞こえない親の聞こえる子どもたちという意味です。私は聞こえます。皆さん私を弱と思うかもしれませんけど違います。両親の手話を見て真似て育ったので、ろう者のように思われるかもしれません。小さい時はいつも手話を使ってコミュニケーションを家族では取っていました。それが当たり前のことだと思っておりました。でも初めて小学校に入った時に、私両親と一緒に学校に行きました。手話で当然親と話してますよね。すると周りを見て思ったんです。周りの子供と親は口で喋っている、ね、なぜ僕と僕の両親だけ手で話すしてる、おかしいな、変だなと思いました。まあ、それから授業中なんですけども、まあ、恥ずかしい、私は本当に授業中おとなしい子供でした。もう声が変ではないかなと思って、おとなしかったんですけど、お友達と喋る時にもおしゃべりすぎでした。喋りすぎで先生が怒るんですね。ダニーダニーと呼ぶけれども気づかない。ずっとおしゃべりしてて、もう冗談冗談おしゃべりしてて、あと先生が僕のところに来て肩を叩いて、初めて怒られているのを、私先生の顔を見て怒られているのを自分だと分かって驚いたりしたこともあります。まあ、それで三者懇談というのが開かれることになったわけです。お母さんが学校にやってきました。先生が、私と母と先生ですね、ダニー、え、お母さんは聞こえないの？初めて先生がそれが分かったんです。ですので通訳を私に頼まれました。で先生の言う通りに通訳すると、ダニーは喋りすぎだとか、通訳するとこれはやばいかなと思って、いや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 、ちょっとずるで通訳、あのね先生はね言ってるんだけども、僕はいい子なんだよって言ってると、通訳すると母は私とそれから先生の顔を交互に見て、いや違う、嘘を言ってるんだというふうにバレたということもありました。さて、13から17歳の時、私は本当に手話が嫌いでした。なぜかというと、外人の前に行くと私と両親が手話で話してそれを見て真似するんですね、人が。本当に、まあ、恥ずかしかったんです。恥ずかしくて苦しくて、なぜ
差別こんなにみんなが笑うんだろう、親はそれを気づかずにね、みんないじめて笑うんだよ、でも何、大丈夫大丈夫、心配しなくていいよ、でもお母さん僕嫌なんだよというふうにストレスがたまりまして、いつも親が私に通訳を頼むんです。遊びに行こうと思って、友達と遊びに行こうと思って、何ダメよ、お医者さんに行かなきゃいけないし通訳 してね、で本当にそれが辛くて、もうゲームをやっててもそれをやめて通訳に行かされるんで、そういうことはもう通訳に、もう本当に通訳の鎖というのに縛られているようなものでした。本当に神様がなぜこんな家に僕を産んだんだ、僕だけ変だ、みんなに誰も助けてくれない、なんで僕だけなんだ、なんでデフファミリーの意味なんだ、しわだ嫌いというふうに思うようになりました。あと高校卒業の時なんですけれども、しわで話してるのを見て友達が、何しわができるの、もう分かるよ、かっこいいな、初めてかっこいいという言葉を聞いたのが初めてだったんです、その時が。あとそれだけではなくて、大学に入ってシワが分かると、みんなに分かると、シワっていいな、かっこいいな、綺麗だなというふうに言われるようになりました。またシワ教室があって、そこに入ると周りを見るとたくさんの人がいて、まあ美人もいました、美人の女の子もたくさんいましたよ。あとさてさて、これではシワを勉強しようかな、教えようかなというふうに私がすると、みんながかっこいいなと言われて、それがとっても自信につながりました。それで通訳の養成学校に入ることに決めたわけです。で、いろんなことを学びました。初めてそこでろうの先生に出会いました。ろう文化、手話を学びました。あと私の心は開け、手話に対するストレスもなくなり、手話を受け入れ、それから親も受けることができました。コーダというのは本当にいいと思います。皆さん、ここにコーダの方がいらっしゃれば頑張りましょう。一緒に親とのコミュニケーションもスムーズにできるように今ではなりました。喧嘩もありません。皆さん頑張って手話を覚えてください。どうもありがとうございました。